私は時折議会を傍聴いたしますが、今の議会は市民の皆様に理解いただけるような状況にないと思っております。それは今の市議会は 70% 強の市長派が占めている状況ですし、なかなか皆さんの市民の声が届きにくい状況にあると議会傍聴して感じたので、今回のその流れを変えようという思いで立候補させていただきました。議会っていうのはそもそも冷静に姿勢をチェックする責任があると思います。今の議会はそのチェック機能が果たされていないのではないかと考えておりますので、はっきりものを言えるそういう議員になって流れを変えたい、風を送りたいと思っております。